Alright, how's it doing, everybody? Welcome back to the channel, and we are going to continue with this quest of Genshin Impact. Hang on, can I cheese? Without Ultima Super Data will not be shared. Oh crap. I don't want to change, I don't want to restart everything. Maybe just for YouTube, and I'll just use this. So, let's go! It loads a lot faster. I think it's on the initial startup. It's loading a lot faster. See? Usually... Okay. Can I open this door? Wow. Oh wow. So many shiny shiny. Oh, I'm gonna have to put more energy. Oh, there's more here. And there's everyone here. Okay. I can sit down. Did I read this name right? Seriously? Hello? Oh, new things. I don't know what you use this for, but eh. Sorry, wrong button. Went upstairs. Never mind. This door. And let's meet this guy. Let's see. Mazui. Ore wa mazui koto ni natta na. Dou suru ka. おお、旅人、これは千の風に感謝しないな。今お前に出会えたこと、これはきっと神のおぼし飯だろう。恩人を助けるため風神が使わした使者よ。どうか手を貸してくれまいまい。なんかもこもこするぜ。Well, I can't say I don't have time.実は師団のやつらの耳には入れられない話でな。Why? お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所を変えよう。そうだ。
騎士団4号に渡りがいいだろう。なんか怪しいな。Ew, that was fast. Pretty nice shortcut. この辺なら大丈夫だろう。 Okay. 早く教えろよ。 I was about to say that, right? 何があったの？何から話すか。そうだな。まず一つ、お前たちに秘密を教えてやる。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。 Oh, don't worry. I'll be keeping it, right? 安心しろ。オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。 I can guess. へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろ。いや、ハハハ、you're gonna need eye patches。旅人、そんなの常識だぜ。No, I don't think so. I don't think it is common knowledge to inherit something from a pirate. 母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。Inheriting hairstyle? No, not exactly. Some of us prefer to be bald, you know, even though their parents have hair. 昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。Treasure. Don't tell me a new eye patch? 手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝。けどな、遺跡の所在についてはいまだ手がかりがないんだ。お宝。ガイア、それはどんなお宝だ。金塊か宝石か。ふふん、金目のものなど三流のお宝さ。Another eye patch. 祖父の宝は剣だ。Okay. 手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。 This sounds rather stupid. その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。 Eight-headed Hydra Silverhead Banshees。Yeah. 世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないか。うわ、すごい、すごすぎる。だが近頃ある砲塔団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。Oh man, this guy takes so much time to explain everything, it's turning dark.
Look at the background, the lights just turned out. Dude. そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そしたら神剣もきっと。そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいなら、オイラたちが。とにかく安心しろ。オイラと旅人が力を貸すぞ。助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。なあ、どうだ？ワクワクしないか？すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。こんにちは。あなたも新人冒険家なのか？うちの団。アルカディア遺跡について何か情報を知らないか？アルカディア聞いたことないね。ごめん、僕はまだ新米だからさ、知ってることは少ないんだ。そうか。教会に依頼してみたらどうかな？ベテランの先輩たちなら力になれるかも。ダメダメダメ。それもし他の冒険者たちに先を越されてお宝を取る。なるほど、それならしょうがないね。お宝、いや、遺跡のことは気にかけておくよ。そうか、ありがとな。うん。島から落ちてきた8つの頭を持つサキュバスや金髪の海蛇を切ったっていう超超すっごい神剣を探してるんだ。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫だ。それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡ってどこにあるか知らないか？アルカディア遺跡、聞いたことない名前だ。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら俺にも見せてくれよ。ん？ちょ？ねえ、somebody's listening。めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。 Yes, just climb up. Much faster that way.戻ってきたか。何かわかったか？ Well, let's just see, she didn't keep her mouth shut. 冒険者協会で聞き込みはしたけど、手がかりなしだった。当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど、手にしたとき喜びを感じられるものだろう。そこでだ。俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。
どうやらアルカディア遺跡について知っている人間がいるらしい。本当か？そいつは今どこにいるんだ？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない。待ち合わせ場所はささやきの森だ。Whispering Woods。 そうと分かれば早速向かおうぜ。その通り、さすがだ。いや、yeah. 俺も一応騎士だからな。そういう裏社会とつながりを持つわけにはいかないだろう。助かる、頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。へへ、任せろ。 OK then。Let's complete it. That's it. That's it. 何かすごいことを聞いたみたいね。 What do you say? What were you muttering about yourself? Oh. Oh, never mind then. Die hard soon.You should tell her about your good sin. Kenya, words. I should have you. Thanks for the chat. Hang on. Yep.Oh, that's it. Damn. I have to open the map. The jeweler. いらっしゃいませ。 Another knight.リーユへのジュエリーですよ。 Wait. I mean, excuse me, we went outside. Wow. I see a refresh map. Can I refresh the map? I see. Where's the door?立っているだけじゃ退屈だな。誰かとおしゃべりでも。は？A few more mints. Oh, we'll just take a swim.Shit! Did I just drown? I did not know that! Oh... Can't be too eager in this game, I get it. Let's try this again.Yeah, I can't 2v3 here in this game. I get it. That means I'll just have to walk all the way there. I hate this. Never mind. There are some difficulties and some fancies.And
Okay, cool down. Calm down. We're not here for the money. Splitting wood. Here I am. あそこ見ろ。Wait. Weren't you? Wow. How did you get from all the way from here to from in that? You use a teleporter?Can you show me how to do it? あいつ？ありがとう。助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど頼りになるのね。うん。これぐらい朝飯前だ。こいつ旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。うん。それじゃあお前が。ちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今情報屋は人脈を重んじるからね。OK, thank you. やったー。あ、でも結局得するのはガイアじゃないか。情報料は出してもらうはずだったんだから。それじゃあよく聞いてね。アルカディア遺跡についての情報。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。3 of them, okay, 3 guards. 2 guards the statue, 1 guards the treasure. ね、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。 These two, I see.これは宝の地図か？苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、次は謎解きかよ。でもこんなもん旅人にかかれば大したことないよな。Sure, ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。あいつ頭は切れるみたいだからな。Okay. この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。どういう意味だろうな。ガイアの手を借りたくないなら、ひとまずオイラたちで考えてみようぜ。Lake, is that the city? Three, six, arm giant. Oh, winning.Boy, how do I solve a mystery?
行ってみようか。おっとい。宝石の世界へようこそ。あなたのことは観察させてもらいました。あ、ウェリー、この状況、こいつ、なんかしたのか。いえいえ、優秀な冒険者を見つけることも私の仕事ですから。 OK。 あなたから伝説の冒険者たちと肩を並べられるほどの素質を感じます。それはオイラもわかるぞ。彼と一緒にいると安心できるんだ。でも冒険者にとって素質よりも経験の方が大事です。 You should see, I just drowned twice.冒険経験を積み重ねることで冒険ランクが上がります。 Yes, we increase the adventure rank. Okay. 早速新しく入ってきた冒険者に紹介します。待って、オイラたちもう正式な冒険者になったのか。安心してください。冒険者協会には会費を払う必要も強制的な義務もありませんから。つまり協会に入ったらメリットだらけ、デメリットはありません。今時の新人は率直ですね。 Yeah, so I get benefits and give it to me. とにかく冒険ランクが上がるたび冒険者協会から報酬をもらえます。これは協会から新人へ送るプレゼントです。確認してくださいね。 OK。 改めて入会を歓迎します。冒険者の申請、これはあなたの冒険の証です。新人の加入はとても大事なことですから当然です。これには協会の依頼や報酬に関する情報がたくさん載ってますから。会員の証明でもあるからね。それともう一つ、冒険ランクが上がりにくいと感じるときはたまにあると思いますが、そのときは印象に残る任務をクリアすることで協会の認可をもらえますよ。印象に残る任務？冒険ランクの上限を突破するための突破任務といった方がいいかもしれませんね。今はまだその時じゃないですが、あなたの経験が多くなればみんなの認可をもらえるチャンスも増えてくるはずです。では今日はここまでにしましょう。これからどんどん会う機会も増えると思いますから、頑張ってくださいね、冒険者さん。 I see I see I see リンゼリンゼOh, I get it. In progress. I will set you 7 in progress. Okay. Upgrade the statue of 7 in moon. Statue of 7 to level 2. So I have to give them offerings, right? Please! Stop tapping me down! I just want to talk some hints! お前は喜んで、お前戦で
失職係になるからな。失望させないでくれよな。やかになってきましたね。どうせ君もモンドの酒の目当てで来たんでしょ。うん、オッケー。Congratulations. Yeah, I'm gonna look for some hands. Hey, rest it, ready? Yeah, 戻ってきたか。その様子だと手がかりを得たみたいだな。手に入れたはいいけど、一筋縄じゃいかなそうだ。湖の城に六本腕の巨人が三体いる。二体は神の像を守り、一体は神々の財宝を守っている。謎解きか、ベタなこった。うん、そう、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は六に関わるものと言ったら、グラブ Six arms? Not sure about that. Should be the windmill? Oh, さすがだ。風車の羽はちょうど6枚。それを六本腕の巨人として例えているんだろう。Windmills have only three. No! 言われてみれば。あとは簡単だ。3本の風車のうち、神の像の近くにある2本が神の像を守る巨人。残りの1本が守っているものこそお宝。オイラでもわかるぜ。うまくいくといいな。Yeah, if it is that simple. 行こう。その風車のところまで行ってみようぜ。Look at that high red pink. Did not want to. Yeah, there's a door right here. We got this statue. One, two, three.Sorry, didn't mean to do that. But this
Yeah, and be done. We can't do this, now, can't we? How do I get up there? They're waving me to get up there. There's three of them. There's one over here. This one's the center. Can we actually stop this? Can't we just jump there? Oh, come on. There you go. You know what? Stay down. Cooled off for a while. Why did I get? 彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。Okay, now this is going outside. なんだよ、また謎解きか？もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。 You never had hungry yet, bro. とにかく、今回もよろしくな。わからなかったら、またガイアに聞いてみようぜ。 I'm pretty sure the map.Hang on. How do I look into inventory? This one? No. This one? This one? This one? Where is it?How do I look inside inventory? Not this. Definitely not it.
You know, I need to go to this one. Be close to the place that I'm heading right now. Should be close to the place that I'm heading to, okay. Pick some berries. Is there anything I can offer? Worship. Yeah, five. Also, one. Be quiet, anyone. You got five. So, offer all of us. Lion Blossom. Oh. Okay. Good, good, good. 七天神像の祝福を感じたか？モンドの人たちはそれを失われた復心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目として作られた宝石を。加えて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め、過去を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっともっと。Let's look at the map. I know what.
opened in episode 274, okay. Need to press it. Never mind. I'm gonna go seek and hear ya again. Pick some berries. It's almost midnight. You following me? Every time we look into that thing. Wait, what is this guy doing outside? Who are you? Who are you? I can't sense this shit. Oh, okay. Never mind. ついてこれるかな？Okay.Never mind. Ooh, that's more dash.
みんな、ショッShortcuts. I'm gonna get some hints, some tips from Kia, and then we're gonna end this there. 彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。何かわかったか？お前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端じゃないだろうな。なんだ、間違って拾ってきてたのか。道理で天才のオイラでも解けないわけだ。冗談だよ。Okay. もう真面目に考えてくれよ、ガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉。清泉町のことか。清き泉の情熱。どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。Passion rush is real. So when does passion rush to a clear spring? いい発想だ。例えばそう、滝とか。Waterfall. それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうどその位置に崖がある。見回りの時滝の下から見たことがあるんだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。So far, I only have you. 大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見抜くこともできないだろう。Okay, good. じゃあ、オイラたちは清泉町に行ってみるよ。せいぜい企みを頑張れよな。All right. ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。Okay. So now. Now, we can leave.Continue this on the next session because so far we solved two clues and it's to get two clues and location of it. Anyway, thank you for watching and be sure to like, comment and subscribe if you're still new, because I'll be uploading this probably weekly. It depends on my mood. If I feel like playing it againIn a few days, I'll upload it on the next day. If I have the time, that is. So, adventure rank 8. I will need to increase this to open up the maps, huh? And anyway, see you guys again and take care. Bye bye.